番の坂田浩樹。2センターから4コーナーへと向かいます。先頭誘導員の後ろは8番神奈川の高本和也です。7度目の受験でようやく入賞しました苦労人であります8番高本が正攻法、2番埼玉阿鼻子宗吉が2番手の位置です。2019年全日本選手権スクラッチ第2位の実績があります。師匠は太田真一選手。続いて1番の添田隆二神奈川、バランスの取れた客室がセールスポイントだという添田が3番手の位置で、4番手東京の永井かなた、83期の永井隆一選手を父に持ちます4番の永井かなた、5番手5番岡山蛭田達也です。地足の強さとレースセンスは高い評価を受けている5番の蛭田が5番手の位置で、さあ後方から7番の坂田浩樹が上がってきました。持久力を生かしてロングスパートを打てるのがこの人の強みであります。続いていくのが6番の常嗣隼人、高校時代スクラッチ優勝の経験がある常嗣。さあ赤番周回に入ってまずは4番永井が出ました。外から上がってくるのが6番の常嗣。さあ常嗣が先行体制を取っていく。その後ろは 3,4 車身離れて4番の永井かなた、それから2番の阿鼻子が3番手で打掌が入りました。4番手の位置は並走です。インコースが1番のソレーダ、アウトコースが7番の坂田浩樹、2センターから4コーナー、さあ思い切り飛ばしていきます6番の常嗣。4コーナーを回っていく。残りは1周です。6番常嗣1か8かの先行策に出ました。2番手追っていくのは7番の坂田浩樹ですが、その車が6、7車身空いている。3番手は2番の阿鼻子宗吉で2コーナーから最終バックに出ました。4番手は1番の添田隆二、さあバックから3コーナーに向かっていく。前のスピードやや緩んできたか。6番常嗣懸命に逃げますが差が詰まってくる。7番の坂田追ってきます。さらには2番の阿鼻子、5番の蛭田、4コーナーを回っていく。ここで6番の常嗣捕まった。先頭は2番の阿鼻子か、あるいは5番の蛭田か。誘導員の後ろを取ったのが2番青森の大川武史です。在所成績は第4位でした。最優秀技能賞を獲得した2番の大川正攻法。5番徳島室井蓮太郎が2番手の位置です。父はご存知69期の室井健一選手。そして3番手1番岐阜の野崎翼です。国立大阪大学出身のインテリレーサーであります1番の野崎。3番の甲斐俊介4番手に構えました。大学時代はタンデムスプリント優勝の経験があります。3番の甲斐4番手。7番三重の真鍋健太は5番手です。消防士から競輪選手を目指しました真鍋。そして4番の米村光成6番手。元選手を父に持ちます米村、コツコツと努力を重ねてきました。6番中山博人は7番手の位置。サッカーからの適正入所となりました6番の中山です。そして最後尾が8番の藤岡哲也、シクロクロスから競輪界に飛び込んできた33歳であります。さあ赤番周回に入って後方から4番の米村光成が上昇していきます。いや7番の真鍋が行った、真鍋健太が行きました。2コーナーからバックストレッチに入って、さあここで誘導が降りて2番の大川を抑えていったのが7番の真鍋健太です。真鍋が前に出ました。これで2番の大川が2番手になって、3番手が5番の室井蓮太郎、4コーナーからホームストレッチ、そして今度は外から8番藤岡哲也が仕掛けてきました。残りは1周です。8番の藤岡がホームが増し、2番手になった7番の真鍋健太です。それからその後ろが2番第4位の大川武史で、第1センターから2コーナーに向かっていく。さあ3番手の石から踏み出していく2番の大川が先頭に変わりました。最終バック先頭に立った2番の大川武史、これを追っていくのが5番の室井蓮太郎、そして7番の真鍋健太が3番手のインコース、外には3番の甲斐俊介上がってきた。4コーナーを回っていく。先頭は2番の大川だ。大川先頭、大川先頭、先頭、後ろから5番の室井迫りますが、どうでしょうか。2番5番か5番2番か。センターから4コーナーへと向かいます。誘導員に追いついたのは3番愛知の高潔博人です。第3回記録会でゴールデンキャップを獲得している3番の高潔、続いて1番の松本秀之進、全日本ジュニアの2冠王であります。兄は117期の松本秀之介選手。3番手は2番静岡日高優太、高校時代はスプリントチャンピオンに輝いている2番の日高が3番手。続いて4番の池田悟空です。幼い頃から夢見てきた競輪選手になるという夢が叶いました。6番の斉藤優子は5番手の位置、適正第1位の斉藤です。厚労賞も獲得しています。
5番の真鍋智弘、その後ろ6番手在所第5位の真鍋、第2回記録会ゴールデンキャップの実績があります5番の真鍋です。そして7番の長松大輔、大学では自転車中距離で活躍していた7番の長松が7番手、そして最後尾8番、最年長の36歳、会社員からの1年復帰して選手になった長谷川雄一です。さあ赤番周回に入って、後ろを気にする3番の高潔博と、まだ後方からの仕掛けがありません。2コーナーからバックストレッチ、3番高潔、1番の松本、3番手は2番の日高優太、打掌が入りました。さあここで5番手6番の斉藤優子が上がっていきそうだ。2センターから4コーナー前では3番の高潔博人がペースを上げていく。4コーナーからホームストレッチ、前受けからの先行となって3番高潔です。残りは1周、3番の高潔博人が逃げていきます。1番の松本が2番手の位置、3番手は2番の日高優太、その後ろが4番の池田悟空、6番の斉藤優子は動かず、結局5番手の位置か。バックストレッチから3コーナーに向かっていく。さあ3番手から先にまくっていこうという2番の日高ですが、ちょっと車が伸びないか。2センターから4コーナー、先頭は3番の高潔、高潔会長に逃げて4コーナーを回ってきた。先頭3番高潔博人、その番手から1番の松本秀之進、8番の村田裕樹は結局最後尾です。3コーナーから2センターにかかります。先頭誘導員の後ろに4番和歌山原田翔馬がつけました。父は77期大阪の原田隆選手です。続いて1番の堀光輝、今大会三谷翔子生徒と選手とともに力強い先制を行いました堀であります。3番手が2番の八田智也、新潟の八田、2019年 1km タイムトライアルの国体王者であります。そして3番岐阜の伊藤春樹、4番手、第1回トーナメント決勝2着、父は79期の伊藤義弘選手です。6番埼玉近藤圭介、5番手の位置、スケルトン競技から転身しました36歳の近藤。7番の末広海里はその後ろ、同志社大学出身、判断力高いレース巧者タイプの末広であります。さあ後方から8番の村田裕樹が上がっていきました。村田に続いて5番の山口多門、赤番周回に入ってまずは村田が前に出ました。そして5番の山口多門が上がってきて、2番手のアウトコース、4番の原田と並走して2コーナーからバックストレッチです。さあここは5番の山口多門が少し下げて3番手の位置に収まりました。その後ろが6番の近藤圭介、アウトコースが7番の末広海里、2センターから4コーナーに向かっていく。先行体制は8番の村田で、残りは1周となります。村田裕樹が逃げていく。番手は4番の原田翔馬、外から襲いかかるのが7番の末広海里だ。第1センターから2コーナー、末広上がっていって2番手のアウトコース、2コーナーからバックに出ていきました。その後ろが2番の八田智也、さらには3番の伊藤春樹もまくってくる。バックから3コーナーにかかりました。先頭はまだ8番の村田、村田が懸命逃げている。アウトコース7番の末広海里、さらには2番の八田智也、大外からは5番の山口多門が上がってきた。4コーナー回って5番の山口多門が突き抜けた。山口多門でした。バックストレッチから3コーナーにかかります。誘導員につけたのは2番山口富武博です。76期富博明選手を父に持ちます2番の富武博。続いて1番福岡中川聖大、登録地を静岡から福岡にする決断をしました1番の中川聖大です。7番の岸田武史が3番手の位置、福井の岸田、第2回記録会ゴールデンキャップの7番岸田です。続いて3番三重の小西春樹、体格に恵まれていてポテンシャルの高さを感じさせますこの小西。5番の正子英作が5番手の位置、お父さんは62期の元選手。そして8番の田中かなめが6番手に構えました。3度目の受験で合格しました。明るく打たれ強いのが長所だという田中。7番手6番の矢部隼人、岡山の矢部です。中距離競技で培った地足が武器だという6番の矢部。そして最後尾が4番東京の長谷川日向、自転車歴が浅い分鍛えれば鍛えるほど伸びる有望株であります。さあ残り2周を切りました。第1センターから2コーナー、後ろを気にし始めました2番の富武博。さあ後方から上がってくるのは6番の矢部隼人だ。バックストレッチ、打掌が入ります。6番の矢部がジャンで叩いて出ました。
3写真離して2番の富武博2番手の位置、1番の中川聖大3番手、4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。さあ打掌から思い切って仕掛けていきました。6番の矢部が先行していく、その後ろ3、4写真相手2番の富が追っています。3番手1番中川聖大、さらに7番の岸田武史が4番手で2コーナーから最終バックに出ていきました。さあ3番手から踏んでいきます。1番の中川聖大だ、2番手に上がって前との車間を詰めてくる。2センターから4コーナー、6番の矢部を捉えた1番中川聖大先頭に変わって、アウトコース迫るのが7番岸田武史、4コーナーを回っていく。先頭中川、外から7番岸田、さらには大外3番の小西。最後尾が4番の郷地トータです。2センターから4コーナーへと向かいます。5番大分一丸翔吾が誘導員の後ろを取りました。プロロードレーサーから競輪に転向という大きな決断をした5番の一丸です。続いて6番難儀匠、中距離競技では全国で活躍を見せました地足タイプの難儀です。3番手が1番の滝本幸正、研究を重ねて手に入れた美しい乗車フォームに注目してください。2番の近藤雄太は4番手、先行で力をつけようと意欲を見せました養成所生活でした。そして真ん中5番手3番東京安倍大成、早稲田大学自転車部出身であります。8番の大阪城が6番手、アイスホッケー選手として世界と戦ってきました大阪6番手。さあ後方から9番の五十嵐亮が上昇してきました。高校総体ポイントレース第2位の五十嵐であります。そして続くのが8番の大阪城、さらには7番の加藤勝負、残り2周を切ってレースが大きく動きました。9番の五十嵐が抑えて出て、そこを叩いた8番の大阪城です。大阪が先頭に出ました。2コーナーからバックストレッチ、そして今度は1番の滝本幸正仕掛けていって打掌が入りました。8番の大阪城を叩いて1番の滝本が出ました。2番手に下がった8番の大阪、その後ろは9番の五十嵐城で4コーナーからホームストレッチ、1番滝本の先行、残りは1周です。滝本幸正が先行していきます。その後ろは4写真で8番の大阪が追っている。さらには9番の五十嵐、アウトコースから5番の一丸翔吾がまくって上がっていきます。第1センターから2コーナー、さあ1番の滝本を5番の一丸が捉えました。続くのが7番の加藤勝負、それから9番の五十嵐亮か。2センターから4コーナーに向かっていく。先頭は5番の一丸だ、一丸先頭、外踏んでくる7番の加藤勝負、加藤が5番の一丸をかわしました。7番5番9番、なおこのレース3番車で出走を予定していました福岡の後藤大輝選手は残念ながら欠場となりました。従いまして8名による対戦です。誘導の後ろが7番千葉の荒川仁志です。在所成績第8位と、ここでは上位の荒川であります。2番手が5番大分高橋優斗、大学時代は数々のタイトルを手にした実力者。そして6番の田代匠、福岡が3番手、養成所ではさまざまな戦法に挑んできたチャレンジャーの田代であります。2番熊本中山亮太郎が4番手の位置、高校時代はチームスピントで活躍してきました。その後ろ4番の福島久保太、師匠山崎義人選手に憧れて競輪界に飛び込んできました4番の久です。1番の近谷亮が後方の6番手の位置、トラックワールドカップチームパシュート第2位、特別選抜試験を受けて入所してきた1番の近谷です。8番の小川翔二郎、その後ろ7番手徳島の小川、父は68期の小川圭司選手です。さあ9番の小暮優也が一気に上がってきました。最後尾から上昇した9番新潟小暮優也、そしてそれを叩こうという4番の久保太、2コーナー4番の久が前に出てバックストレッチ打掌が入ります。久保太が出ました。続いて9番の小暮優也、7番の荒川がこれで3番手になりました。5番の高橋優斗、そして後方からは8番の小川翔二郎上がっていく、ついていくのが1番近谷亮で、残りは1周です。8番の小川翔二郎が最終周回1コーナーで前を叩いていきました。追走する1番の近谷亮、その後ろ下がっていくのが4番久保太で、7番の荒川仁志が3番手に上昇してきた。ここで先頭は1番の近谷に変わりました。まくって先頭1番近谷、追走は7番の荒川仁志で、2センターから4コーナーに向かっていく。近谷先頭に変わりましたが、外から7番の荒川、さらには5番の高橋優斗が伸びてくる。さあ直線勝負、伸び比べは5番の高橋か、高橋優斗、荒川仁志。
最後尾は6番の高本明です。2センターから4コーナーへと向かいます。誘導の後ろは7番福岡橋本陸になりました。大学対抗チームパシュート優勝の実績があります7番の橋本、その後ろが9番の東谷慶吾熊本です。全日本では競輪とタンデムスプリントの2冠に輝いた9番の東谷、在所成績は第6位でした。3番手の位置が1番長崎の梅崎龍介、第3回記録会ゴールデンキャップの梅崎、5番徳島中野幸太郎は4番手に構えました。ダッシュを生かした自力勝負は今後の可能性を感じさせます。続いて2番愛媛の森本慶太郎、トップスピードの高さが魅力の23歳。3番岩手の照井力斗は6番手です。入所時から努力を重ねて大きく成長してきた3番の照井です。8番の松下龍馬、長い距離を苦にしない豪快な先行が武器の松下、そして6番の高本明が8番手の位置、最優秀学業賞を獲得している6番の高本です。最後尾は4番の川崎雅治、お父さんは65期の選手でした。さあ残り2周を切ってここで誘導対比、2コーナー前受けから先行していきそうな7番の橋本陸です。9番の東谷、1番の梅崎、さあそして後方6番の高本明が7番手で、8番の松下龍馬、最後尾が4番の川崎雅治、一本棒の体勢変わらず残りは1周です。7番の橋本が前受けから逃げていきます。9番の東谷が2番手、3番手の位置は1番の梅崎龍介、1センターから2コーナーに向かっていく。さあ番手の位置からまくって出ます9番の東谷が先頭に変わりました。追走は1番の梅崎龍介、それから5番の中野幸太郎が3番手、3コーナーから2センター、その後ろは並走だ2番の森本、3番の照井、4コーナーを回っていく。先頭9番の東谷ですが、その後ろから1番の梅崎龍介、さらには5番の中野幸太郎、1番5番か、6番の堀光輝が6番手の位置、後方の3選手は7番の市丸翔吾、9番の山口多門、最後尾が5番の甲斐俊介です。2センターから4コーナーにかかりました。先頭誘導員の後ろは8番大阪の中釜達秀です。お兄さんは113期の 中釜利政選手、そして2番手の位置が4番熊本中山亮太郎、第10レースは3着だった4番中山です。そして1番千葉の荒川仁が3番手、4番手の位置は3番徳島室井蓮太郎です。1回目第5レースは1着でした。そして2番の小西春樹が5番手の位置、この小西も初戦は1着、6番青森堀光輝が6番手の位置です。さあ後方から9番の山口多門が動いてきました。7番市丸翔吾をかわして9番の山口が上昇、そして最後尾にいる5番の甲斐俊介なんですが、甲斐は最後尾変わりません。残り2周を切りました。さあ動いていった3番の室井蓮太郎、先に室井蓮太郎が出ていくのか、2番の小西、そして9番の山口とアウトコース続いています。そして6番の堀光輝が外の4番手、バックストレッチ打賞が入ります。さあここで一気に6番の堀が仕掛けていった、堀が前をかましていきました。2番手に下がった3番室井蓮太郎、2番の小西春樹が3番手で、9番の山口、8番の中釜と続いて残りは1周です。先行は6番の堀になりました。続くのが3番の室井蓮太郎、3番手は2番の小西春樹で、第1センターから2コーナーにかかります。さあ4番手の位置からまくって出る9番の山口多門だ、その後ろ追走するのが8番中釜達秀で、アウトコースは1番の荒川仁志、2センターから4コーナーに向かっていく。まくり切って先頭は9番の山口多門、連勝なるかどうか。8番の中釜続いて4コーナー、また先頭は9番の山口多門です。2着はどうでしょう、8番中釜か。3番の松本秀之進です。3コーナーから2センターにかかります。先頭誘導員の後ろにつけたのは7番熊本の東谷慶吾です。在所第4位の東谷であります。第11レースはまくり3着でした。そして1番の高橋優斗が2番手の位置、この高橋は1走目1着、3番手が2番岡山蛭田達也です。その後ろが4番新潟の八田智也、9番の阿孫子宗義が5番手の位置、第4レースは追い込んで勝ち星を挙げた9番の阿孫子です。5番山口富武弘6番手、
そして8番の五十嵐亮、6番真鍋健太、最後尾は3番の松本秀之進です。松本は第6レース直線伸びて勝利を収めました。まずは7番手から8番の五十嵐亮が上がっていきます。今残り2周を切りました。8番の五十嵐が上昇して前を伺っていく、その動きに9番の阿鼻子宗義が乗っています。さあここで誘導が降りて、まずは抑えていった8番の五十嵐亮、すかさず外から9番の阿鼻子宗義が主導権を握りました。さらにアウトコース2番の蛭田達也が上昇してくる。蛭田と阿鼻子のもがき合いとなって4コーナーからホームストレッチ。ここは外から2番の蛭田が出て残りは1周です。さあ蛭田が先行していく。9番の阿鼻子2番手の位置、その差は2写真から3写真空きました。7番の東野が3番手、1番の高橋4番手、アウトコースから4番の八田がまくってくる。バックストレッチから3コーナーに向かっていきますが、7番の東野、それから2番手からは9番の阿鼻子も踏んでいきました。さあ阿鼻子と東野の先頭争いになりましたが、4コーナー回って先頭は7番の東野圭吾、東野圭吾先頭、外からは6番の真鍋。そして最後尾9番近谷亮です。2センターから4コーナーへと向かいます。5番長崎梅崎龍介が先頭誘導員の後ろを取りました。連勝を狙います梅崎。2番手の位置は3番徳島中野幸太郎です。3番手は6番福岡中川聖大、4番手の位置が1番福井の岸田武史です。2番の埼玉加藤勝負が5番手にいます。加藤は第9レース1着でした。4番愛知の高潔博人が現在6番手の位置、第6レース逃げて3着、打掌から思い切っていった4番の高潔博人です。その後ろが7番青森の大川武史、在所成績は第2位の大川、第5レースはまくって2着の成績でした。8番静岡日高優太が8番手、最後尾が9番富山の近谷亮、残り2周を切りました。まず6番手から4番の高潔博人が上がっていきそうです。さあ連続先行となるかどうか4番の高潔。ここは3番手の内側になって、後ろから7番の大川武史が上昇して、さあ打掌が入りました。打掌で先頭は7番の大川です。8番の日高が2番手の位置、それから6番の中川聖大が3番手に上がって、インコースが5番の梅崎龍介、残りは1周です。7番の大川武史が逃げていきます。2番手の位置は8番の日高優太、それから並走となっている5番の梅崎と6番の中川、その後ろが3番の中野幸太郎で2コーナーからバックに出ました。さあ2番手の位置からまくって出ました8番の日高優太、日高まくって先頭に変わった。追走するのが5番の梅崎で、その後ろは離されていく。4コーナーを回ります。先頭は8番の日高優太、その後ろから追い込んでくる5番の梅崎ですが届きません。8番5番そして4番の高潔は3着。そして4番手は5番三重の小西春樹です。1着3着での決勝進出、真鍋とともに松坂を盛り上げていく20歳のガッツマン。その後ろ3番の高潔博人がいます。初戦にジャン選考を見せました高潔、第3回記録会でゴールデンキャップを獲得しています。そして4番大阪中川達秀、6番手の位置、準決勝では山口多門を追って2着、モットーとする全集中の精神で一発大仕事を狙います。7番長崎梅崎龍介7番手、2走とも判断よく動いている梅崎、ここではただ一人の30代32歳です。8番手は9番熊本松本秀之進、レース終盤まで目が離せない諦めない走りが新庄、ジュニアの頃から大舞台には慣れています。さあ7番の梅崎がまずは動きました。最後尾8番静岡日高優太、さあ動いていった7番の梅崎龍介が現在は3番手あたり、さらに進めていきます。赤番周回に入りました。ここで梅崎が誘導員を下ろしています。7番の梅崎、6番の真鍋はこれで2番手、1番の東野が3番手になりました。そしてその後ろが2番の山口多門、2コーナーからバックストレッチ、打掌が入ります。
さあ5番手から5番の小西が行った。小西が打掌の3コーナーで先頭に出ています。1番の東谷が続いて2番手、そして7番の梅崎が3番手になって4コーナーからホームストレッチ。地元静岡8番の日高はまだ最後尾で残りは1周。さあ5番の小西が行く。小西が飛ばします。2番手は坂のショットが開けて1番の東谷圭吾、それから6番の真鍋がまくってくる。真鍋健太がまくってくる。最終バックから3コーナー。さあ6番の真鍋が先頭に立ちました。すかさずスイッチする1番の東谷、そして3番の高潔ひろとがまくってきた。2センターから4コーナー、先頭は6番の真鍋健太。外から高潔、外から高潔、3番高潔ひろと見事なまくりで3番高潔ひろと先頭でゴールを駆け抜けました。第121回生の卒記王者となったのは3番愛知の高潔ひろとです。優勝おめでとうございます。おめでとうございます。同期の中でどうでしょう、頂点に立ったわけですけれども。そうですね、あんまりまだ実感はないんですけど、正直優勝できてとても嬉しいです。こういう中で一度、はい、自宅というかね、地元の中に入ってこの1ヶ月間どのように過ごしてきましたか。そうですね、地元の先輩方と主に競輪場で練習してきました。そういう中でこう上積みというか、上位の選手にも負けないこう練習をしながらやってきたと思いますが、どうでしょうその辺は。そうですね、練習でやってきたことがちょっとは出せてきているのでとても嬉しいです。セールスポイントというのは高潔選手いかがですか。そうですね、あんまりなんか飛び抜けてすごいとは言うとかないと思うんですけど、そうですね、ちょっと出し力があるところですかね、わかんないですけど、はい。将来はどのような選手を目指していきましょう。はい、先輩方とグレードレースで戦っていけるような選手になっていきたいです。それでは最後になります。全国のファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、これから積極的なレースをして競輪を盛り上げていきたいと思うので応援よろしくお願いします。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。